ブエノスアイレス日本庭園ブエノスアイレス日本庭園の一部ブエノスアイレス日本庭園はアルゼンチン共和国ブエノスアイレス市パレルモ地区にある地戦海有識の日本庭園1967年開園面積2万5000平方メートル庭園の中央には池があり鯉が泳いでいる池には神橋や八つ橋といった橋が架けられており島には 日本の薬用植物が育っている。庭園には桜カツラ、イロハモミジツツジなどといった日本の樹木のほかローズウッドやト力クリキワタといった南米の樹木が植えられている。また、日本の金や石道路を茶室が配されている。庭園には文化センターや日本食レストラン、温室、売店などが併設されている。温室は盆栽のコレクションで有名であり、 売店で販売されているアジアの植物の種は、庭園の庭師が手塩にかけたものである。このほか、仏教寺院や研究所があり、文化活動の拠点となっている。ブエノスアイレス日本庭園造成は、当初アルトゥーロウンベルトイリア大統領政権から要望があったが、フアンカルロス・オンガニーア大統領政権期の1967年、日本の皇太子、 同日のアルゼンチン訪問を記念する目的で現地の日本人移民団体が造成を決定した。パレルモ公園の一角が提供され、1ヶ月余りの工事で完成、ブエノスアイレス市へ寄贈された。その後日本庭園は管理不備により荒廃していたが、1978年に在野日本人会の創立60周年、記念事業として大規模な改修、拡張が企画された。 造園一斉を在ア日本人会が担当、ブエノスアイレス市公園課が工事に必要な労働力や樹木、草花を提供すること、さらに園内売店の収益を庭園の維持費に充てることを市が日本人会に許可することが合意された。1969年にエスコバール市の日本庭園を手掛けた造園技師の井ノ又康夫の設計。 監督のもと78年7月に加えレシピが行われ、現地の日系社会全体の協力のもとよく79年9月に完成した。完成には現地日本人移民社会の多大な協力があった。多額の増援資金の中で最も大きな割合を占めたのは大阪万博協会からの助成金で、その次が世界救世国最友好親善財団からの ものだった。日系社会全体から集められたボーノの売上金と寄付も期待通りの金額に達したが、在アルゼンチン日本企業からの寄付が目標額に届かず、資金計画に困難をきたしたことが、現地の法事新聞に掲載された増援関係者の座談会で言及されている。完成2ヶ月前の資金難にあたっては、当時の日本人会理事共同保障のもとに、 銀行融資を受けた。庭園内の茶庭の設計は、伊勢神楽殿、国立農学堂を手掛けた、伝統建築の大江広志建設事務所に依頼された。また庭園内には、日本移民汗の日と記された石碑が設置されているが、この石は川底にあったため長い間水に現れ、汗が流れたような自然な跡が残っていた。太鼓橋や正門は、 神社専門の宮大工で、ボリビアから転住してきた宮脇人氏が手掛けた。庭園の最後の仕上げである芝張りは、日系人を中心とする、ボランティア作業によるものである。開園式は1979年の春の日に挙行された。オスワルドカチャトーレ市長、大和田渡る大使、軍部代表、ブエノスアイレス近郊や、地方の日系団体代表、 造園に協力した一般日系人多数が参加した。市長、大使、在野日本人会会長による、その田正がイム大臣記号の日本移民汗の秘書幕式、宇野日本人会会長による、ブエノスアイレス市への寄贈の挨拶、さらに市当局から造園の功労者に感謝状が送られた。1八十九年以降、アヒ文化財団が管理運営を行っている。 ありがとうございます。